寝ちゃったみたい。私、恭一郎が助けに来てくれるって信じてたよ。それじゃあ、おやすみ。ございます、恭一郎さん。いらっしゃい。ずいぶんゆっくりだな。
そうですか。はい、どうぞ。おお、わかるか。まどかがお前が来るからって作ってたぞ。そうか、三人も女の子を助けたんだもんな。そうかそうか、ようやく家賃もツケも払ってくれるんだな。お気をつけていってらっしゃいませ。一応出ますけど、警察沙汰になっちゃったので見学になっちゃいました。ですか、ご両親は警察沙汰にしたくないって。そのヒーローにもいろいろ請求書やら警察の方から事情聴取の連絡が来てますよ。戻ったはず。病院はもう行ってきたよ。全然平気のコンコンチキだったよ。京一郎が言ったんだよ。そうだよ。それで今回の報酬ってどうだったの？みつこさんのところ行ってきたんでしょ。もしかして私がきっかけで事件解決したから特別ボーナスとか？
の。きっと次回もキリキリ舞い。みんな元気？今日も元気なキリちゃんです。誘拐調査お疲れ様でした。第4話舞子応答せよはどうだった？調査の完了だけじゃなくて、目的の女の子と仲良くなってきちゃったのかな。さてさて、次回のお話はこの物語のクライマックス、つまり最終話です。物語の時期的にはそろそろ1ヶ月ってところかな。問題のあの人や、なんで舞子が誘拐されたのかなど、あんなことやこんなことが明るみになります。ところで、ここまで受けてきた依頼の順番で最終話が変化するのは聞いているよね。つまり、これまでのお話で解ける謎と仲良くなれる人が決定しちゃってるってことらしいよ。ここまで来たあなたに、最終話で仲良くなれる人の情報を特別に教えちゃうけど、聞いちゃう？何何？ M から始まって子で終わる人？当てはまる人は2人いるみたいだけど、キリ子供だからよくわかんないよ。でもここまで頑張ってきたあなたならもうわかってるかもね。それじゃあ最終話に進む準備はできた？OK、それじゃあ行ってみよう。最終話、もしかしてピーチですか？
京一郎さん、どうなさったんですか？何やら落ち込んでいらっしゃるようでしたので。それならいいのですが。まあ面白いというのはどうかと思うが、カモグループの会長が死んだっていうニュースなら興味深いな。